はい、今回はですね、はい、こちらセルティックジャパンツアー2023ということで、明日セルティック FC と横浜 F マリノスの試合が日産スタジアムで行われるんですが、今日は前日練習ということで、まあ会見、記者会見と前日練習の方をちょっとね、視察しに来ました。はい、セルティック FC なんですが、古橋亨梧選手、前田大然選手、旗手選手、小林選手、岩田選手、5選手が、まあ、日本人、選手がいるんですが、まあ、そこら辺の活躍もちょっと注目しながら、J リーグの上位クラブとの戦いでどういう内容になるか非常に楽しみにしています。はい、ちらっと今日ね、競合だったり少しお話ができたらいいなという、期待を持ちながら今日前日練習、伺いたいと思います。早速行ってまいります。はい、今から前日の記者会見場に行きます。セルティックはロジャーズ監督と前田選手、 F マリノス側がマスカット監督と、宮市選手ということで、早速、はい、ピッチリポート、ピッチリポート、それではセルティックジャパンツアー2023横浜 F マリノス対セルティック FC の合同公式記者会見の方を始めさせていただきます。 Firstly, I would just like to say a big thank you and we're very, very happy and privileged to be here in Japan. 1年半ぶりに日産スタジアムに帰ってきたので、すごい楽しみとワクワクが今すごいあるので、明日自分らしさをしっかり出してGood evening, everyone. Firstly, it's nice to see Dyson once again, and obviously nice to see you again, Brendan. I'd like to welcome you both and welcome the Russia team and Celtic Football Club to Yokohama. Celtic という歴史的にも名高いこういったチームと対戦できるのは本当に嬉しいですし、まあ、自分たちも昨年の王者としてしっかりと戦いたいと思いますし、個人的には前田選手だったり岩田選手だったり、本当に元チームメイトの選手と対戦できるのがすごく楽しみなので、まあ、サポーターもすごく楽しみにしている試合だと思うので、お互いいい試合にできればなと思います。日本人選手が多く在籍しているセルティックですが、日本人選手が海外リーグで活躍するポイントはどこにあるか教えていただけますでしょうか。日本の良さは本当に、まあ、監督も言ったように謙虚でチームのために何より戦うっていうところやっぱりあると思いますし、まあ、でもセルティックというチームはそういう選手が本当に全員がそれをできるのでなのに強いと思うので、まあ、そういった意味でもそういうところを期待してもらえればいいかなというふうに思います。2人ともそのスピードというところが大きな武器だというふうに僕理解してますけれども、スピードといってもいろんな質があると思うんですけれども、お互いに対してどんないいところがあるっていうのを相手に対してちょっと思っているところ、感じているところを教えてほしいんですけれども。単純にやっぱり足が速いですし、ボールを持ちながらでもずっとスピードが落ちないので、そこは本当にすごいなっていうふうに思ってますし、僕が見てきた中で多分一番グラウンドに速いなっていうふうに感じているので、まあ、そういった意味で明日は楽しみかなというふうに思います。大臣ありがとう。Thank you 大臣。まあ本当に大臣はもう、まあ、もちろん単純に速いんですけど、ほっといたら3日ぐらいずっとスプリントしてるんじゃないかっていうぐらい体力もあるので、まあ、そういうところでも本当にこう攻守にわたってスピードを発揮し続けれるっていうのは、もう本当にこうかつてないほどのこうスプリント力だなっていう、これはもう本当に僕も日本に帰ってきて一緒にプレーしましたけど、本当にそういった能力を今まで見たことがなかったなっていうのはすごく受けたので、まあ明日そういったお互いスピードを生かした展開が出せればいいかなというふうに思います。以上で終了します。以上をもちまして会見の方を終了とさせていただきます。来ました。まあ、ロジャーズ監督、まあ、今期からなんですが、さっき会見でもちょっとお話ししてましたけど、テオ・ブルー監督の色をこう残しつつ自分の色をどんどんこう加えていきたいというふうなことはおっしゃってたので、まあ、どんなサッカーをするのかすごい楽しみなんですが、岩田選手ですね。あ、肌ごつ、腹
ハドゴツ無理やり坪さんも来てもらったじゃあ、ね、今日オファーいただいてない無理やり出されてるブラック企業やこれちょっとこれステップやんのかな。あ、ステップとか見たいね。見たいですね、確かに。坪さんは特に分かりますけど、ジョギングだったりステップで足速いとか分かりますよね。あ、なんとなくね、なんとなく、うん、このバネの感じだったり。Away! Away! Yeah! 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 Y
では最後のタッチ、でもワンタッチです、ここは。あ、そっちもワンタッチです。そうですね、ここを使いながらゴールを目指す。フォワードの人必見だからね、こういうこのあんまりやっぱ日本人のフォワードの選手で動きすぎる選手たくさんいると思うんだけど、特にオフザボールの時のボールの引き出し方、あとサイドに入った時のスイッチが入った時のこう古橋選手のこの動き出し、ちょっとね、ありがちなのはね、やっぱ動きすぎて、スペースを消してしまうとか、はい、ボールをこう受けるタイミングを逃してしまうとか、今見てわかると思うけど、そんなにボール来てないときに動いてなかったり、逆に動かないことでスペースを空けてあげるとか、動かないことでタイミングをやっぱそのこうオンになる瞬間の動き出しで分かりやすく引き出すっていう、ただ闇雲に動けばいった問題じゃないですかね。結構ね、みんなボール欲しい欲しいでこうやって闇雲に動くのって、でもだいたい強度をずっと見てると逆の動きしてるから、うん、ボールがサイドにほらこういう時も逆ほら、うん、逆に取って、そこから、まあ、このまま裏でこう駆け引きして、うん、強度いいね、ずっと見てました。ありがとうございます。オフザボールの古橋強豪解説してためちゃコンディションいいでしょ。うん、はい、今だいぶ上がってきました、ね、はい、めちゃくちゃ良さそう。どう監督、新しい監督になって、まだ俺、1週間しかやってないんで、うん、あれなんですけど、まあ、こっから徐々に監督のようになって、うん、ちょっとやっぱアンジュとサッカーの上で上がって、あ、少しやっぱ違うんですか。まあでも、ほぼほぼ一緒なので、少しだけ楽しみに、うん、こう、回していって、始まる。あのスコットランドに取材に行かせてもらいます。ぜひ、はい、絶対来てください。乗り込みます。そうですね。ぜひ来てください。ぜひ。最高です。明日頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。結果を出した後輩たち、日本人選手の後輩たち、後輩とは思ってないですけど、日本人の選手が自分が持っていたチームで。で活躍したから、はい、自分も取り上げてもらえたりとか、こういう場にいられるので、あの非常に感謝しているのと、明日マイノスと、その次がガンバとやるんですけども、チャンピオンズリーグ試合に出るチーム対 J リーグのチームということで、まあ、いろんな時期的なこともあると思うんですけど、瞬間瞬間はもう、プライドが出ると思うし、はい、そういった意味では、あの参考になるゲーム、いいゲームになると思うので、そこら辺がすごい楽しみですね。はい、セルティック、ジャパン2023、明日、日産スタジアムでありますが、前日練習、古橋選手ともちょっと喋れて、はい、変わらずの、まあ、謙虚な、ね、あの古橋選手でしたけど、あの動き出したとかね、やっぱ前日練習なので結構強度持ってやってたから、そうですね、かなりやってましたね。うん、まあすごい、あとパススピードがね、非常にこう光るものというか、うんうん、見てて、まあ、面白かったです。まあ明日は、まあ去年の J リーグチャンピオンとスコッティッシュプレミアリーグのチャンピオンがぶつかるということで、どういう試合になるか本当に楽しみにしていきたいと思います。はい、それでは皆さん、バイバイ。